それはね、坂口さんはない。メガネっ子好きと聞きましたそれが、はないからな、捏造はやめなさい。おっと、捏造じゃな。マジでか、おい。マジで来ちゃった。はい。坂口さんは、はい。メガネっ子好きだと聞きましたが、聞きましたか？メガネっ子、銀魂におけるメガネっ子ということで、やっぱり、さっちゃんのことって好きですか？あのメス豚加減がたまらないですよね。あのさ、ラジオ番組でメス豚って単語は普通去に出年てこのないジよャンプフェな。スタの銀魂ステージでは、小林優さんがメス豚ですと発言したときには爆笑しました。ゆうちゃんはね、メス豚の意味がどうもよく分かってなかったみたいだ絶対よ。そうですよね。豚肉が大好きなんですってよく分かんないことをそのあと言いアニましメたよ。雑誌を見てたら、メス豚って呼ばれることについてどうですかに対して、よく意味は分かんないんですけど、豚さんは大好きです。豚肉はもっと好きです。みたいな ひど発い。言が残って見てて。可愛い、食べて美味しいって顰蹙を買いますよ、本当に。そうじゃなくて。メガネっ子好きっていう割に、僕はそうじゃないなと思うんですよ、坂口さんあ、は。マジでか。きっとなんか好きなイメージの女の子がいて、それがさらにメガネをかけた時に魅力がああ、倍増するってことです基か？本僕、ほら、図書委員が好きだから、図書委員ってほら、二次元の世界では大概メガネかけてたりすんじゃん。そうです。メガネっていうよりはもっとその細かいシチュエーション。カチキなメガネとか全然燃えないもん。ほら、それだ。そうですよね。絶対そうだと思いました、そうで僕。しょ？ほでら。もまあ、大概メガネっ子ということなんですよ。小手川さんは好きでしょ。あれでもしメガネかけたかけてら。たらね、そうだ怒るね。んだけど、なんだとって反抗すると、ごめんなさいって言ったら僕最高なんですけどね。僕怒んねえもん。まあ、あとは CV かな。渋い言うな。坂口さんがこだわるのね。CV とか言わないの？だってその声だったら大抵メガネなくたって好きじゃないですか、本当。